なでしこジャパンは26日、オーストラリア・ニュージーランド共催の女子 W 杯1次リーグ C 組第2戦コスタリカ戦、ニュージーランドダニービンミニ対0で勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。前半は MF 直本光、29イコール三菱重工浦和が先制点、MF 藤野青葉、19イコール日テレ東京 V が男女の W 杯を通じて日本初の重大ゴールを決めたが、 後半は追加点を奪えなかった。そんな展開に、2011年ドイツ女子 W 杯優勝メンバーの大野忍氏、39イコールスペランツァ大阪コーチ、が、スペインとの一次リーグ最終戦、31日に向けてなでしこブンの修正を期待した。同志は、前半は良かったけど、後半に追加点が欲しかった。自分たちの時は、後半0の0だったら、 不安でしかなかった。選手同士で何がダメだったのか話し合っていたと思う。もちろん、今もそうだろうし、そういうことをやってくれると思う、と指摘した。スペインは同じ一次リーグ C 組で最も手強い相手だが、上位進出へ向けて競合と、どの程度渡り合えるかの試金石にもなるだけに、同氏は勝って決勝トーナメントに行ってほしい。また、決勝トーナメント、e 回戦の相手関係を左右するという意味でも重要だなでしこジャパンは勢いをつけて決勝トーナメントに臨むことができるか